はい、こんにちは。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい、ちいちゃん。はい。はい、3年生を振り返る豊かな視点、はい、ってなってますが、もういよいよ佳境で。まあ3年生じゃなくなってるんだ。なってるんですが。あ、まあ日程もぐちゃぐちゃになってるしな。うん。うん、もうあの対戦相手もね、一戦ずつ違ったりとか、そういうこともあるんですが、はい、まあ、とりあえずタイトルということで、これはこのまま、うん、今回置いておきます。はいはい。はい、ということで、この3年生を振り返るっていうのが、うん、今回はもう最後の動画になるかもわからないね。うん、まあ、次からはもうピックアップしたりだとか、うんうん、次はもうどっか優勝も決まってるだろうし、パ・リーグはね。なるほど。あ、だからその、まあ、ピックアップ動画になってくるかもわからないね、次からね。じゃあ今シーズンの最終回、まあ、最終回になる可能性が強いという、はい、まあ、台風とかで流れたらまたやるけども。そうですね。で、崖っぷち、お、どこのことでしょうか。ねえ、どっかあるよね、崖っぷちは。もうね、ありますね。あ、そこかな、ここかな、まあ、っていう。そう、ここの一杯はね、非常に嫌だからね、もうね、本当に首の皮一枚というか、もう残り試合がね、本当に数えることしかないので、ね、はい、で、やりましたな、やりましたな、セーブ、ちいちゃんなって書いたんだね。で、あのセーブ、はい、ね、セーブが3位に滑り込みました。はい、ね、これね、どうなるかなって思っていたら、うん、ちょっとね、楽天残念でした。まあそうだね、まあ、そうだね。で、まれに見るシーズンということで、というのは、まあ、この残り試合で、まだ見てる方もね、疲れるし、うん、いろんな人に聞かれるんだけど、わからないよ、うん、もうここまで来たら。このシーズンは、うん、序盤から結構そういうシーン多かったですよね。まあ、まあそうだね。順位がちょっと近い中でずっと来てたりとか、はい、まあね、ということで、はい、で、まず順位表からちょっと見ていきたいと思うんですが、はい、はい、今の順位です。今の順位ね、はい、まあ、こうなりました。そうですね。ね、あの、どっちからいきます？セ・リーグ。まあ、ちょっとパ・リーグからいこうかね。はい、で、ソフトバンクは昨日勝った時点で楽天にね、うん、はい、マジックが2になった。2になって。で、オリックスがまあ 1.5 と開いた。はい、で、西武、はい、滑り込みました。うん、ね、7連敗この時期に来て、はい、まあ、絶不調だったのが、うん、やっぱさすがだなと思ったのは、高橋光成と今井。うんうん、これ二人とも甲子園で優勝投手なんだよね。はい、だからまあそこら辺のなんかこう勝負運というか、うん、ね、意地を見せてくれて、はい、まあ楽天の上に行き、楽天の動向を見てたんだけども、うん、まあ楽天が昨日ソフトバンクに負けたことにより、まあ4位というか B クラスが決まってしまったというね。そうですね。うん、まあ、4位確定というわけではなくても、そう、その、まあ、ロッテも一つ上に上がれるチャンスはまだあるということですよね。で、楽天もね、昨日のゲームでも4点差リードされて、4点追いついてんだよね、はい、うん、追いついてるんだけども、なんかピッチャーの交代がちょっと遅れたりだとか、うん、明らかに調子が悪いのになんで変えないんだろうっていう、うん、もうこの時期だからさ、どんどん追い込んでもいいのになっていうようなね、うん、まあそんな感じもしたし、まあ、楽天に至っては最大今年18の貯金があったんだよね、はい、春先なんかもう絶好調で、うん、連敗をしないチームっていうふうに言われて、うん、だけどその18が、まあ、コロナもあったりとかいろいろしたんだけども、うん、はい、やっぱこうだん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 ピッチャーの防御率が2点台から4点台とかね、うん、悪い月はね、うん、あのピッチャーが頑張りきれなかったね。うん、で、豊さんが、うん、こう楽天は終盤ちょっとしんどい時があるよっていう話があったのがちょっと的中してしまったようなところもありますか。毎年なんだよね、毎年。だから、まあ、スタミナの部分と、うん、やっぱ先発ピッチャー見たら非常に実績の上げてるピッチャーが多いんだけども、 そうですね、その人たちが自身を勝ち越してるのは則本ぐらいかな。うん、あとはこう5割だとか、うん、早川に至っては勝てなくなってるしね、うん、だからそういうところでちょっとあの苦しいんだかな、うんうん、でもまあ、はい、西武はねよく頑張った。でセ・リーグ、はい、でまあ、優勝決まり、うん、まあ、2位も DeNA が決まりと、はい、で昨日中日が負けて最下位が決定したと、確定してしまいました。で決まらないのはこの3チームと、はい、相変わらず、ね、もう何をやっとんやと、このもう、まあ、ごた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  ね、あの巨人はね、ここ試合がなかったですが、そうそうそう、他のチーム2チームの勝ち負けで、はい、うん、さあどのようになっていったのでしょうか。そう、
それで、うん、まあ、セ・リーグの3位争いをね、はい、ちょっと先に喋りたいと思うんだけども、はい、はい、こうなります。はい、相変わらず3位の行方はということで、うん、そうなんで、まだ全然決まらないしね、はい、残り試合数が減りましたが、はい、前回と変わらないのはジャイアンツ、うん、ちょっと中5日ぐらい空いてるので、そうだね、うん、でもね、まあ、ジャイアンツが、まあ、有利なのは、うん、有利っていうかね、うん、まあ、戸郷と菅野という両エースでいけるということ、うん、まあ、だけど阪神がヤクルトに連勝したんだよね、はい、まあ、青柳が勝ち伊藤が投げみたいな、うん、で残り1試合またヤクルト、これ甲子園で戦えるんだよ、はい、ね、で広島はどうなのか、うん、4点リードしてたのをひっくり返されたというヤクルトにね、ああ、はい、それも代打のオスナーにホームラン、うん、逆転ホームランを打たれるという、痛いっぱいになったよ、これは。これは痛すぎると書いてありますね、まあ、これ痛すぎるいっぱい、阪神が一歩リードって書いてあるけど、はい、これで例えば阪神が一つ、うん、残り一つをヤクルトに勝てば、うん、はい、もうこの時点で決まり、決まりで、ジャイアンツが連勝したところで追いつかない、うん、これなぜかというと、はい、対戦成績が阪神が上回ってるから、はい、阪神が3位になってしまう。じゃあ勝ち負けの数は並ぶけどが、うん、その対戦成績ね、成績を、うん、優先してということですね、上回ってるから、はい、阪神が上に行ってしまうということは、ジャイアンツとしては阪神が負けない限りは厳しいということですね、他力本願なので、はい、で広島はもういっぱいしちゃって、うん、残り2つ、うん、2つ勝ったところでジャイアンツが連勝すればジャイアンツが行くと。なるほど、だから阪神が握ってるよね、ここは、うん、じゃあ広島のこう可能性とすれば、ジャイアンツも阪神も一つずつ負けてもらわないと、そう、自分たちがもう負けちゃったので、そう、並べないということですね。もしそうなった場合は、まあ、広島が行くんですよね。そうそうそう、分かんないですね、うん、これはだけどね、今日広島、昨日広島の戦い方を見てるとね、うん、でいつもリリーフ陣が打たれたりだとか、うん、リリーフ陣にすごく苦労してるのね、はい、で見たらさ、先発ピッチャーでいいピッチャーが入ってたのは遠藤だけなんだよ、うん、他のピッチャーは、まあ明日、今日か、今日栗が投げるから、はい、栗は入らないとしても、うん、やっぱ他のピッチャー入れといてもよかったんじゃないかなって、うん、もうスクランブル状態で戦わなきゃいけないのに、いつも出すリリーフピッチャーで今までだったら抑えられ、打たれてるケースもたくさんあったんだよね。だけどこの時期に、まあ、この状況下で、この状況下でいいピッチャーをつぎ込んで入れてないっていうのがちょっと腑に落ちなかった、俺はね。それはまあ広島の事情はわからないけども、はいはい、でも普通だったらそうする、スクランブルのような、なるほど、だからそうしてもいいんじゃないのかなっていうね、うん、そういう気持ちがあったんだけど、それをやってないという、うん、それは負けたという、逆転でね、これはやっぱりこう痛すぎるいっぱいになったよ、これは。もう勝ってましたからね。いや勝ってたからね、うん、まあそれと勝って森下も下ろすのが早すぎんじゃないかなと思ってね、うんうんうん、だってリリーフピッチャーがあまり良くない、うん、今年広島だったのに、はい、やっぱ先発ピッチャーが早く降りてやるとやっぱ試合寄せはリリーフピッチャーに来るよね、うん、その中でスクランブルのような状態でいいピッチャーを入れてないっていうのは、はい、まあ、先発ピッチャーでね、うんうん、それはやっぱ苦しいよ、ね、逆に言えば、うん、ヤクルトの中継ぎ陣は、うん、パシッと抑えたもん。そうでしたね、だからちょっと考え方がね、うん、どうなったのかなっていう、それはまあ、まあ広島の事情だからわからないけどね、うん、はい、はい、まあそういう三位争い、まだまだわからないですね。まだわからないよ、これ。いっぱいすることによって全然状況が変わるからね。もう阪神次第というところですか。そうそう、とりあえずは阪神が一勝するかいっぱいするかによって、だっていっぱいしたらここ連勝したらジャイアンツが行くわけだから、ね、そうですよね、うん、でいっぱいしてジャイアンツがいっぱいしたら広島に2勝したら広島が行きますし、そうそうそう、行く、阪神がもう勝っちゃえば無条件の阪神が行くし、うん、自動的にもうそれで勝ちと、本当にわからない、うん、そうだね、まあ試合ごとに、まあ明暗は、まあ阪神が握ってるという、
そうですね。ということで阪神一歩リード。はい。はい。そうです。ということでした。はい、でパリーグのこれは優勝争いですね。うん、こっちはね優勝だけが決まってないという。そうですね。セリーグは3位の座を争っていて、はい、パリーグは優勝はどっちだ。もうこの間はこの2チームかみたいな感じだったんですが、もうこれは決まりましたね。もうこれは決まり、この2チームのどちらかが優勝ということですね。まあ、西武が3位が決まってるからね、うん、でマジックが2位、うん、で残り3、はい、楽天、西武、ロッテというふうな並びで試合があります、はい。でオリックス、はい、残り2、はい、ロッテ、楽天、うん、ね、うん、おそらく、まあ、おそらくじゃない、今日先発ロッテに対して山本、はい、楽天は、楽天戦は田島が行くんじゃないかな、うん、もう天敵田島、うん、楽天のね、はい、うん、だから多分連勝するというふうに考えると、うん、絶対2つは勝たなきゃいけない、うん、意気消沈、はい、4位に沈んでしまって、うん、でも石井監督が言ってた、はい、やっぱり見に来てくれるファンのために全力で戦う、うん、はい、まあ、ある種開き直りのような感じで、そう、力が抜けて、そう、こうね、うん、気楽には戦える、はい、ね、でソフトバンクの方はやっぱそういうチームを相手にするのはガチガチになると思う、うん、で、まあ、西武、はい、やっぱりクライマックスが近いんで、うん、まあ、ここも状態が上がってきてるだけに、うん、その維持するために多分全力で戦うと思う、はい、でロッテ、うん、誰が来るのか、これもスクランブルで来ると思う、いろいろ、うん、もう最終戦だから、はい、だから楽ではないけど、うん、やっぱりこうもうオリックスがいっぱいでもしたら、うん、おそらくソフトバンクも一勝でいいわけだから、はい、これは楽になるけど、うん、おそらくオリックスはこの2つは負けないと思うよ、うん、だからどっかで2つ勝たなきゃいけない、うん、連敗すると逆転優勝がある。予想は決着は最終戦、俺はロッテ戦であるかなっていう、うん、まあ、そこまでわからないよということですか。多分俺はわからないと思う。ここで連勝して決めれば、まあ、一つゆっくり戦えるけど、あ、そうですね、うん、まあ、楽天の昨日負けた意気消沈ということを考えると結構厳しいかもわからないけども、うん、まあ、西武は全力で戦うだろうなっていうことを考えると、うん、今の状態で言えば西武は状態がいいだけにね、うん、あ、そんな楽な戦いではないと思う。もう佳境も佳境ですが、はい、各チーム、ソフトバンク、オリックスの今の現状、状態はどんな感じですか？まあ、オリックスもちょっとショックだったのは、うん、宮城が投げて、うん、宮城が打たれたんだよね、うん、だからそこら辺がちょっと誤算を招いてるということ、うん、ただ、ロッテに対しては山本、うん、おそらく楽天に対しては俺、田島、宮城をちょっと外すと思うんだよね、うん、投げれるんだけど、ここで、うん、投げれるんだけども、おそらく田島で行くと思うよ、うん、そしたら2つなんかこう取れそうな感じがするよね、うんうん、で、やっぱ千賀が鍵かな。なるほど、うん、千賀が投げると思うんだけど、どっかの試合で、はい、そこら辺はピシッといけるかどうかだよね、うん、千賀が負けるとやっぱ動揺が走ると思うよ。まあそうですよね、うん、だから最終戦に置いとくっていうことはない。先に決めようとするか、まあ、和田が投げる、うん、あの今日ね、はい、だから西武戦に千賀か行くか、それとももう最終決戦というふうに藤本監督が腹決めてるんだったら最後に決めるって、うん、おそらくここに千賀を持ってくるんだろうしね。まあ、さあ面白いよこれ ね、 ね、最初でやったら痺れるよ、見てる方も痺れるからね。ねえ、もう監督さんも頭を抱えますね、うん、これは抱える。でもう一回ちょっと順位表にちょっと戻ってみようか。はいね、うん、はい、おさらいです。セ・リーグはヤクルトが優勝、はい、DeNA が2位、ここが決まり、はい、で最下位中日が決まり、決まり、この3試合、この3チームだけ決まってないのはね、うん、はいはい、優位は阪神、はいね、巨人は他力本願、うん、広島も他力本願、はい、もうそれしかない、うん、阪神の動向いかん、はい、ね、でソフトバンク、パ・リーグ、ね、西武の3位が決まってる、はい、ね、B クラス、楽天とロッテは決まってない、はい、まだね、だから3位と6位が決まってるということですね。そうそう、この日本ハムの6位は決まってる、だから1位2位争いと4位5位争いということですね。そう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 、うんうん、であとはこう、まあ次動画を撮るときには、うん、おそらく全てが決まってると思うしね、
はい、うん、まあ、まあ、楽しみに雨が降らなければそうだねっていうところですかね。天候に邪魔されたくないよね、うん、ここまで来てね。本当ですね、うん、で日程が詰まってるから、うん、なんかぐちゃぐちゃのところでねこんな優勝争いとか、うん、こういう3位争いとか、うん、熾烈なね、うん、今まで戦ってきてそれもいたずらかなというふうには思うけど、ね、まあいい条件の中で戦ってほしいと思うよね。はい、はい、また次の動画をお楽しみに。はい、あ、ちいちゃんちょっとお礼言っとかないと。そうです、なんか前回の、はい、豊さんがちょっと突然なんか私のことを話してくださって、はい、そうすると本当に温かいコメントがたくさん来て、もうこれほどに嬉しいことはありませんでした、あの豊さんに言っていたもらったのも嬉しかったですけど、まあ、10倍でもみんなのコメントって温かかったしね、本当にだからまた頑張ろうっていう気になったよね。そうです、もうなんかこう、はい、一生懸命ねホワイトボードも書いて、うん、こうね、変な猫の絵も好きだって言ってくださる人もいて、そうだ、もう、ね、猫が好きなんで猫の絵しか描けませんが、うん、で一つだけ間違い探しをするっていうことで、あ、今日ですね、うん、どこが違ったかなっていう、ちいちゃんが違ったかなというのを、そうです、ね、もし分かった人はコメント欄に書いといてください。そうですね、前回から あの動画から、うん、猫ちゃんのどこかの部分を変えてみましたので、はい、もしそれがあのお分かりでしたらコメントに書いてください、はい。まあ、それでは、はい、ありがとうございました。本当に温かいコメントありがとうございました。ありがとうございました。